やあ。あ、ダイム副団長、ご無沙汰しております。久しぶりだね。マグナ宰相に言われて魔物の素材を置きに来たのですが。ああ、話は聞いている。そうだな、魔物を置く場所はとりあえずここでいいかな。あの、申し訳ないんですけど、この部屋の大きさだと入りきらないです。何？そんなにあるのか？もしかして君の屋敷に置いてあるというレッドドラゴンとかもあるのか？いえ、さすがにあのクラスは入ってないです。アースドラゴンとか。アースドラゴン！あの英楽冒険者がマジでやっと一匹倒せるかどうかという、あのアースドラゴンか。よくは知りませんが、大きいやつです。じゃあとりあえずここに出してみてくれないか。あとは騎士団で運ぶから。わかりました、出します。なんだこりゃ。これで全部です。カイン殿、あなたって人は。すみませんが、これ全部引き取ってもらえますか？でも本当は A ランクどころか S ランクの魔物まで持っている、やりすぎステータスの僕なのですが、それは誰にも内緒なのです。ありえない、これを全てカインドの一人で買ったというのか。カインドの、あなたは勇者か、もしくは神の使徒か。いえいえ、普通にガルム辺境伯の息子ですよ。まあ深くは詮索しないが。お願いします。わかった、査定はこれだけの量だ。少し時間がかかるがいいかい？はい、ご連絡をいただけたらすぐにお伺いします。それでは。おっと、まだ時間は早いよ。ちょっと騎士団の訓練に付き合わないか？うちの団長にも会ってほしいし。団長？ああ、団長は強いものが大好きでね、君の実力をぜひ見せてあげたいんだ。ね、はい。そしてちょっと待て！英雄カイン男爵だ。みんなも知っていると思うが、オーク30体を殲滅し王女殿下を救い出したあのカイン男爵だ。よろしくお願いします。あの団長さんは？もうすぐ来るよ。というか模擬戦が始まったら絶対姿を現す。団長は戦いに目がないからね。うわぁ、やっぱりこんな怖い人なんだ。大丈夫だよ、取って食ったりしないから多分。え？さあ始めようか、模擬戦を。あのいいですか、見た目も本当に子供ですよ。しかも10歳ですよね。この騎士団が本当に相手をしても。なら最初にやってみなよ。カイン殿、まずはそちらに手を譲ろう。先にかかってきなさい。わかりました、ではブースト。のっ、おっ、おっ、参りました。ちゃった、やばい。ありがとうございました。ちょっとカイン殿、想定以上だったよ。次は30人、いや全員とやってみようか。そしてちょっと待て、待て待て待て、これは何事だ。お前たち、こんな子供相手に騎士団全員で剣を向けて、この衛兵としてプライドはないのか。大丈夫だった？こんな怖い人たちに囲まれて怖かったよね。もう私が来たから平気だよ。迷子でここに来ちゃったんだね。エルフだ。ダイム、あなたという者が一緒にいながらなぜ止めなかった？お言葉ですが、団長。団長？その方があのテレスティア王女殿下を助け、オーク30体を殲滅した
英雄カイン男爵ですよ。何？こんな子供が？そうなのか。そうなのか。お前があのオーク30体を殲滅した英雄カイン男爵なのか。ならば私と決闘しようぜ。え、模擬戦ではなく、なんか決闘って聞こえたんですけど。団長、まずは自己紹介が先かと。いいな、剣士は剣で分かり合うべきだ。ああ、また団長の悪い癖が。剣聖の称号の持ち主だろ。カイン男爵といえども無理じゃないかな。あの、聞こえてますけど、何剣聖って。カイン男爵、行くぞ。ちょっと待ってください。武器がこっちは木剣なんですけど。問題ない、歯は潰してある。これなら本気で楽しめそうだ。ブルート。カイン男爵、団長とまともに打ち合っているぞ。しかもさっきより速い。信じられん。クロックアップ。これで終わりです、団長。私はお前と結婚する。団長が。いきなり結婚と言われても、僕はまだ10歳ですよ。騎士団長のことも何も知りませんし。確かにそうだな。ならば名乗ろう。私の名はティファーナ・フォン・リーベルト。エスフォート王国で騎士団長を任されている。爵位は名誉子爵、北の森を治めるリーベルト公爵の娘だ。そして年齢の差は気にしなくていい。私はエルフだから300年は生きる。だから容姿も透明は変わることはない。そういうことじゃ。これでも一応容姿には自信があるぞ。でも公爵令嬢が一存で結婚を決めるのはいけないと思います。そのことなら大丈夫だ。え、家から出るときに結婚相手を見つけるまでは戻らないと伝えてあるから平気だ。そっちが良くても僕が困ります。父上や他にも相談しないといけない人がいるのです、ダイム副団長。でどうして。そうだな、確かに私だけの一存では決められぬな。ありがとうございます、ティファーナ団長、分かってくれて。ダイム、まずは国王陛下に話すぞ。今すぐ謁見できるよう手配しろ。え、それが一番困る。陛下の耳に入るのが一番困る。ダイム、は連れてこい。え、やだ、困りますって。ティファーナ団長、それだけは。カインよ、緊急の要件ということだが、なぜお主がおる。騎士団詰所に魔物の素材を置きに行ったのではないのか。陛下、私はここにいるカイン男爵と結婚するつもりです。はい。結婚？なぜそうなった。カイン、最初から説明してみろ。実は団長と模擬戦をして勝ってしまって、こういうことに。カインよ、テレスやシルク城のことはまだ話してないのか。そのことは内密でしたので。まだ。カイン、そもそもティファーナがどういう立場なのか知っているのか。いえ、騎士団長ということしか。だろうな。ティファーナの出身のリーベルト領はもともとはエルフの国だったのじゃ。エルフは容姿が端麗じゃろう。そのため誘拐や奴隷にしようと戦争を吹っかけられることが多かったのじゃ。だが我がエスフォート王国は初代ユウヤ・テラ・ヒラサワ・エスフォート王の遺言で
種族に関しての差別がない。それで今はこの国の一つの領として保護することになったのだ。リーベルト領は自治領であり、独立国家とほとんど変わらん。つまりティファーナは一つの国の王女のようなもの。その王女に求婚されているのだ。それがどういうことかわかるか。ティファーナよ、まだ内密な話なのだが、そなたには話しておく。そこにいるカインは、うちのテレスティアとエリック公爵の娘であるシルク嬢との婚約がすでに決まっておるのだ。つまりカイン男爵は陛下とエリック公爵がお認めになるほどの逸材ということですね。わかりました。わかってくれたか、ティファーナよ。かわいそうだが、私はますますこのカイン男爵と結婚したい気持ちが激しくなりました。強く、そして強く。なんでそうなるのだ。わかった、お主の気持ちは認めよう。しかしまずは父上のレイさん殿に手紙を書け。許可がもらえてからの話じゃ。わかりました。それでは陛下、これにて失礼いたします。さあ行こうか。インナナ、どこに。闘技場でさらに愛を深め、手紙をしたためるのだ。え、さあこれにて失礼いたします。はあ、まさかティファーナにまで勝ってしまうとは。うちの国で最強の騎士だぞ。騎士団長の体調が優れなかったとか。いえ、そのようなことはありません。10歳にしてこの力、どうしてそこまでの強さを持っているのか。ゴルム、お主の子供じゃ、どうなのだ。私にも分かりません。屋敷のレッドドラゴンも一人で倒したらしく。そういえば、私があなたは勇者か、もしくは神の使徒かと聞いたときに一瞬反応しておりました。やはり何かあるのか。試すことはできます、あれを見せれば。あれ、あれか。カイン殿、カイン殿。大丈夫だよ、今日は私一人だ。ダイム副団長は。お疲れのようだね。無理もないですよ、あの日から毎日毎日デートですからね。ティファーナはいつも体力の限界まで僕を離してくれなくて。もはや我々が混ざることができないレベルの模擬戦になってるしね。おかげで団長がまた一段と強くなったよ。実はティファーナと模擬戦をしていたら、僕のステータスにも牽制の称号がついちゃって。あの、ティファーナはずっとあんな感じなんですか。ああ、実務は私に任せっきりで。やっぱり。カイン殿。やばい。何？急ごう。陛下がお呼びだ。なんで？僕また何かしました？怒られないように気をつけてるんですけど。なんで皆さん揃ってるの？カインよ、どうした、そんな顔して。あ、いや、なんでもないです。今日はちょっと見てもらいたいものがあって呼んだ。マグナ。は、カイン殿、これを。これは王権に伝わる低級魔法書じゃ。え、初代雄也寺平沢エスフォート王が書いたとされておる。低級魔法書、これを見せてもらえるのですか。ん、よいぞ。ありがとうございます。宮廷魔術師の書庫にも上級までしか魔法書はなかったんです。これ見たことのない魔法だ。そうか、もっと上があったんだ。やはりそうか。どうしたのですか。カインよ、その本はな、我々には読むことができんのだ。なぜだかわかるか。そうじゃ、それは初代国王が残してくれた書物、日本語という文字で書かれておるのだ。そうだ、初代の名前は雄也寺平沢。どう考えても日本人の名前。多分僕と同じ転生者。低級魔法書だと
伝え知ってはおるが、読める者は誰もおらん。カインよ、改めて問う。お主は何者じゃ？もうごまかせない。僕が転生者だってバレたら、すべてを失ってしまうのか。いや、でも、この人たちなら。正直に話します。ただし、今はここにいる人たちだけの話にしていただけますか。もし理解してもらえなかったら、僕はこの国を出ていかなければなりません。いいだろう。僕は前世の記憶を持っています。こことは違う国、初代国王と同じ、この日本という国の記憶です。カイン。すみません、黙っていて。そうであったか。カイン、お前は本当に私とサラの子供なのか。はい、それは間違いありません。5歳の洗礼を受けた時、神々からそう聞いております。神々とはあったのか。はい、洗礼時と教会の礼拝の時に七神といつもお会いしております。七神すべてか。はい。カイン、ステータスを見せてもらえるか。ステータスオープン。カインよ、ここに書いてあることは本当なのか。はい、嘘言っておりない、私の本当の想像です。まったくお前というやつはなぜ本当のことを言わなかった。その称号の前にはわしだけじゃない。この国すべて、いや全世界の民がお前に膝をつかないとならんのだぞ。神の使徒とはそれほど高い位なのだ。待ってください、それは嫌です。確かに私には前世の記憶がありますが、今の生活に満足しているのです。この世界に転生して何もわからない中で、父上、母上、多くの人に良くしていただきました。魔法を使い、魔物と戦って冒険する経験は